はい、それではね、オープン D のコードいってみたいと思いますね。チューナーでしっかりね、ちゃんとした音程の、D に合わせました。オープン D ですね。オープン D っていうぐらいですから、この開放弦が D コードなんですね。なので D のキーによく使われます。D のキーの場合、この D コードっていうのは1のコードですね。いわゆるトニック1というコードになるんですけども、それに対してよく使うのが4ですね、 G コードになります。これはこの、ね、5フレットをドバッと押さえてくれればいいで、一本指でつらかったらこうね、中指を添えてこうね、サポートしてあげると、この6弦全弦が綺麗に出ると思いますね。そしてここが4のコードである G コードですから、この2フレット上は5のコードである A コードですね。なのでこの開放弦の1、G コードが4、A コードが5、1、4、5で3コードができるわけですね。まあこれでいろんな曲が弾けます。それと、この3フレットをよく使いますね。ブルースなんかではね、この3フラットと言われる音で、ロックっぽい音程を作ってくれます。3フレットをビシッと押さえて、こんな風にね、D コードに F ってやると非常にロックっぽいですね。はい、この3フレットが F、 5フレットが G、 7フレットが A っていうなってるわけですから、 A の半音は B フラットですね。 B フラットから A に落としたりもします。で、あとはこうね、開放弦が D なわけですから、2フレットは E コードになりますね。 E、F、G、D ね、こんな感じで、指1本でメジャーコードが抑えられるというのがこのオープン D コードの良いところというか、利点ですので、この辺を生かしてね、よくこう1本指で OK ということでスライドなんかでね、こう使われるチューニングです。あとはですね、ちょっと G コードと A コードをですね、こういう風にこう指で押さえることもあります。はい、G コードはですね、こうレギュラーチューニングの E7 みたいなね、押さえ方になりますね。まず5弦の2フレット、ここに、中指を置いてください。そして3弦の1フレットに人差し指、そして、2弦の2フレットに薬指を置いてください。はい。そして、まあもちろん6弦から弾いてもいいんですが、ちょっとね、5度がルートになる形になっちゃうので、コードが不安定になりますから、この場合はね、6弦消して4弦から弾いてあげるのが綺麗かなと思いますね。はい、これが G コード。指で押さえる場合の G コードになります。D。ですね。はい、こんな感じでこっちまで行かなくてもね、G コードを押さえられるわけです。そしたら G コードを押さえたら、今度 A コードはですね、この中指薬指ありますね、これを、弦1本ずつね、こう中指薬指1本ずつこう下げてください。そしたら下げればこれが A コードになりますね。G がこの5弦と2弦ならば、 A コードは4弦と1弦になるわけです。はい、この5弦の開放がルートになります。6弦はカットしましょう。そして、4弦の2フレットと3弦の1フレット、それで2弦は開放で1弦が2フレットになります。はい、これが A コードですね。 G コードから A コード、 D コード、はい、こんな感じがね、オープン D でよく使われる代表的なコードですので覚えておいてください。ではですね、この後、オープン D の雰囲気を生かしたね、フレーズをアコギ編と、エレキ編、それとスライドギター編ということでね、3つほど作りましたので、ぜひ弾いてみて、このオープン D のね、雰囲気を楽しんでいただければと思います。ではまずね、アコギで弾いたオープン D 行ってみましょう。